さんこんにちは。今日から3回にわたりまして、コインのワルツの弾き方のポイント、練習のポイントですね。どういう風に弾いたら、練習したら綺麗に弾けるのかなというポイントを説明してみたいと思います。でまずはじめにどういった本を使うかということですけれども、私がおすすめするのはやはりこれですね。クリーム色のパデリフスキー版です。いろんな出版社から本は出ているんですけれど、起伏がね、それぞれ違うんですね。こうフレージングといってこのスラですね、大きなスラ、どこからどこまで、これね、分かりますか、これですね。これがね、結構起伏の仕方が違うんですね。でこれはよく生徒さんにお話しするんですけれども、話し言葉と同じでどこからどこまでこう自然に皆さん文節で区切ったり、点と丸でこう一呼吸置いたりするんですけれども、音楽にも実はそういうことがあるんですね。ちょっとこれはまた長くなりますので、いつかご説明したいと思いますけれども、このフレージング、どこからどこまでスラがかかっているか、あとはペダルですね、どこからどこまで踏むのか、これが正しく書かれている本が、練習とか演奏する際には使われるといいかなと思います。では本題ですね、入りたいと思います。でこの曲は4分の3拍子ですね。4分の3拍子、4分の4拍子、これをね必ず感じながら弾いてください。結構多いんですね。3拍子なのか4拍子なのかよくわからない演奏ですね。小さいお子さんに私はレッスンでご説明するときに、3拍子は三角だよって言うんですね。1,2,3 で戻ってこれる三角、4拍子は1,2,3,4で戻ってこれる四角ですね。そうすると目に見える形とか、想像できる形で必ずお話しするんですけど、音楽の一番難しいところはですね、音が目に見えないんですね。なのでこう考えようと思っても考えられないとか、想像ができないので形にするんですけど、三角と四角は全然形が違いますね。それと同じようにやはり曲でも3拍子と4拍子は全然違うんですね。なので必ず3拍子、このワルツのリズム感をね、必ず感じ取って演奏してくださいね。でそれに直結するんですけど、一番最初の出だしですね、ここですね。これ何拍子なのかよくわからないですね。これ子犬が自分の尻尾をくるくる回っている様子を描写した曲っていう風に言われてますけれども、なのでこういう風に回ってくるような回転する音型なんですね。でここでやはりわからなくなるポイントとしてはですね、1の指結構ここにドンと強いこう圧力がかかるんですね。これは何でかというと、弾き方がの問題なんですけれども、だいたいここにゴンと皆さん落ちます、こう手首自体がですね。そうすると拍子感がわからないですね。何拍子なのか、変拍子なのか、2拍子なのか、これ特にそうですね。ここからその後ももちろん続いていくんですけれども、ここで1の指で落ちると2拍子みたいに感じるんですね。なので必ず3拍子で、あとは1の指でドンってつかないように、1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 ですね。必ず3拍子のリズムを刻んで演奏してください。であとは、ここをですね、まず冒頭のところ、必ず拍子を数えてから弾いてくださいね。1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3。あとは左手が入ってきた時に、やはり左手が大きくならないように、右手をメロディーを聞かせてあげられるようにしてください。1,2,3,1,2,3、入れて抜いて入れて抜いてっていうこのターンですね。このターンよく感じてくださいね。で、一拍目がもちろん大事で、これは弱く弾くんですけれども、弱すぎて何の和音を弾いているかの分かんない時あります。あくまでもやはりこう弾く時に自分の耳でこの響きですね、この響きがちゃんとキャッチできるような音量で弾くことは大事です。大きくなりすぎるとダメなんです。右手を邪魔してしまうので、大きくなりすぎてはいけないんですけれども、ただ聞こえないのもダメなんですね。必ず聞こえるような音量でしっかり打鍵をしてくださいね。ここのところポイントになります。あとは右手がだん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 こうクレッシェンドしていきますね。なんでクレッシェンドしていくのかなっていうとですね、私が考えるにはなんですけれども、先ほどお話ししました、子犬が自分の尻尾をこう
くるくる追いかけてくるくる回ってるんですね。で最初にこう、まあ、小さい輪で多分くるくる回り始めると思うんですけど、そのうちにこうだんだん加速していって、あのこうだんだんこう円が大きくなりますね。それがうわーってそれて飛んじゃったっていうような感じがするんですね、最初のボートの部分。ダンキになってこれでふわって飛んでしまうような、なのでここはクレッシェンドで大きなこう波を作りますね。最初にワンがダンキになってここですね。でまた戻るんですね、小さいこうあのさ輪にサークルにですね。で子犬のワルツっていうのはやはり題名がついているように子犬がこうくるくる回っているような様子を描いたっていうふうなあのお話はとても有名だと思うんですけれども、そこからやはり曲にこう描写したっていうことを、まあ、ショパンがそういうふうに描写して描いたよっていうふうに言われているので、ここは子犬がどうなっているのかなっていうことをですね、ぜひ想像して弾いてみていただきたいなと思います。そうするとクレッシェンドをしている意味とか、あの曲調が変わっているか、なんで曲調が変わっているのかなとか、どういう風に弾いたらいいのかな、軽やかに弾いたらいいのかな、重たい大きい犬ではないので子犬なので、これを常にレジェロですね、一番最初にレジェロって書いてありますね、ここのところですね、この表記レジェロですね、ここ見えますか。こういったところも注意して演奏してみると、練習してみるといいかなと思います。ぜひ想像を膨らませて練習してみてくださいね。